マイコバスストップマイコバスストップは、兵庫県神戸市たるみ東マイコ町、神戸淡路鳴門自動車道の本線上にある高速バスの停留所。バス会社各社の時刻表や路線図といった各種案内では高速マイコと記載されている。神戸、大阪方面と淡路島、四国方面を結ぶ高速バスの多くが経由しており、路線や便によってはここを奇襲点としているケースもある。 本州四国連絡高速道路株式会社によって管理されており、舞子トンネルと明石海峡大橋の間にある舞子高架橋の明石海峡大橋側に位置する。下り線に乗り場、上り線に降り場が2バースずつ設けられている。停車スペースが2バースしかないのは舞子高架橋の全長が短く、停留所の前後に加速車線や、 原則車線も設けられているためで、路線や便によってはここを通過する。4階には、トイレや清涼飲料水の自動販売機が設置された、待合室があり、4階からは、明石海峡大橋や大阪湾を一望できる。ただし深夜には閉鎖されるため、停車するバスは、中高便のみである。夜行便を利用する場合は、三宮駅前などの他のバスターミナルへ移動する、必要がある。 なお、マイコバスストップには乗車券売上は設置されていないため、バス車内で運賃を支払うか、乗車券を事前に購入しておかなければならない。一般車両及び観光バスの乗降は禁止されている。乗り場に関しては1番乗り場からは四国方面への長距離路線と淡路島内方面への一部路線、2番乗り場からは淡路島内方面へのほとんどの路線が発車する。IC 交通系 IC カード利用可能路線、ありがとうございます。